ポルシェセンター浜田山荻窪認定中古車センターの近藤でございます。東京も厳しい寒さが続いております。そしていよいよ積雪シーズンがやってきます。天気予報によりますと積雪が多くなる可能性があるかと。この季節やはり SUV があると心強いものです。そこで当センターでは年明け4日からの初売り特選車としてポルシェマカン S をご用意いたします。初売り特選車と申しますから人気モデルを特別価格にてご提供させていただきます。それがこちらのポルシェマカン S でございます。こちらをご覧ください。人気のあるアダプティブクルーズコントロールが装着されております。こちらはあらかじめ設定された車間距離を維持し前走する車と車間距離を維持して追走します。前走車がブレーキをかけると自動的にブレーキをかけるシステムとなっております。速度は30キロから210キロまで設定することが可能です。パノラミックルーフシステムが装着されております。2枚の大型ガラスから構成されており、ルーフを閉じた状態でも頭上に広がる魅力的なパノラマビューを楽しむことが可能です。またロールアップサンシェードが装着されており、紫外線から室内を保護することも可能です。まずはマカンの概要について解説いたしましょう。ポルシェがコンパクト SUV と位置づけるマカンのデビューは2014年の11月でした。それまでポルシェの SUV といえばカイエンでしたが、マカンはカイエンより若干小さいボディを持ち、よりカジュアルに乗れる SUV とお考えください。ちなみにマカンのボディサイズはカイエンより全長で 17.5 センチ短く、高さが 8.5 センチほど低くなります。全幅の差は 1.5 センチくらいしかありません。いわゆる T セグメントサイズになります。今回ご紹介するマカン S はシリーズのボリュームゾーンを担う3リッター V6 ツインターボを搭載するモデルです。マカンのラインナップはベースグレード、S、GTS、トップグレードのターボの4本立てとなっています。全車にターボエンジンが搭載されており、ベースグレードは252馬力直列4気筒ターボ、 S は340馬力の3リッター V6 ツインターボ、 GTS は360馬力の3リッター V6 ツインターボ、そしてターボが400馬力の 3.6 リッター V6 ツインターボとなります。 S とターボの新車価格は841万円と1100万円、その差は約259万円と決して小さくはありませんから、馬力の差が60馬力しかないことを考えると S が一番人気となる理由もわかる気がします。全車のエンジンに共通して言えることですが、ターボエンジンのネガの部分であるいわゆるターボラグを消し去る技術は素晴らしく、知らずにお乗りになる方はほとんどの方が自然吸気ユニットと思われるでしょう。とてもスムーズかつ力強いエンジンです。ボディのデザインをご覧ください。流線形で構成され武骨さは全くなく、都会的でエレガントな印象です。リアのデザインもすっきりまとめられていて、どこから眺めてもかっこいいです。インテリアに行きましょう。ラグジュアリーでスポーティー、いい雰囲気です。レザーシートの質感にもきっとご満足いただけると思います。さて2015年登録のマカン S、 走行距離は約32000キロ、注目の年明け初売り特別価格は消費税込み680万円とさせていただきました。ホワイトのボディカラー、内装色がブラックという非常に人気のある組み合わせとなっております。ご覧いただきましたマカン S、 いかがでしたでしょうか。ポルシェが作るコンパクト SUV マカン、ポルシェが初めての方でも大変扱いやすい設定となっております。特別価格でご提供させていただきますので、ぜひショールームでご覧くださいませ。